世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回はある日本人旅行客がイタリアのフィレンツェからローマに向かう電車の中で体験した出来事をご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。先日友人とイタリア旅行をした時のこと。これまでヨーロッパでの移動は全て一般の鉄道だったのですが、今回は少し奮発してユーレイルパスを使い一等席に乗っていました。セレブな方やビジネスマンが多い一等車両のため静かなのですが、気楽さでは二等車両の方が上だったりもします。フィレンツェからローマへの区間では4人掛けボックス席の廊下側の2席、向かい合う形での席が私と友人の席でした。ネットで予約したため席が選べずにこの席になったのですが、その窓側2席にはお母さんと娘の2人の先客がいました。なぜかお母さんは私たちを見ると少し眉をしかめました。多分推察するに、せっかく娘と2人のボックス席でのんびりできたのに、よりによって言葉の通じなさそうな東洋人が来ちゃったわという感じだったんだと思います。その席は他の席との間がパネルで仕切られていて、ちょっとしたコンパートメントになっていました。なんとなく申し訳なく思いつつも、かといって全席指定の列車のため勝手に席を変えるわけにもいかないし、とりあえずそこに座りました。一応車内で車掌さんに交渉すれば席の変更は可能なのですが、そうするとまるであなたたちとは一緒にいたくないと言っているみたいだし、やめておきました。列車が走り出して静まり返った車内で、お母さんは音楽を聴きながら寝始めました。一般的には海外の列車内で寝るのは不用心だと言われますが、特急列車の一等車両になると割と寝ている人はいるんです。娘さんはカバンから落書き帳を引っ張り出してぐりぐりとお絵描き。年齢はおそらく10歳前後。ふと娘さんのペンケースに目をやると、とっとこハム太郎でした。耳元にもキティちゃんのイヤリングが揺れていて、トレーナーからカバンからすべてがキティちゃん柄。日本のアニメは本当に外国で人気があるんだなぁと嬉しくなりました。そんなこんなで私も暇つぶしをすることに。とは言っても友人とおしゃべりするには車内が静かすぎるし、日本のように携帯でネットをするというのもできない状態。読書は本が重いから一冊しか持ってこないし、スーツケースの中に入れっぱなし。結果として私は折り紙でバラを折り、自己最短記録更新を目指すことにしました。バラを折ることだけは昔から得意で、周りから褒められる特技だったのです。友人に時計係を頼んでいざ折り始めます。隣にお母さんが寝ているので、できる限り音をさせないように、かつ素早く折る。ものすごく集中してようやくバラになり始めてきた時、ふと顔を上げると娘さんがものすごく目を見開いてこちらに身を乗り出していることに気がつきました。目があったので笑いかけると、ささっと席に座り直しつつ、じーっと私の手元を凝視しています。これは何が何でも美しく完成しなければと気合を入れて残りの工程を一気に折り上げました。タイムは15分ちょうど。音を立てないように折っていたのでかなりタイムロスが出たけれど、その分折り目はきっちりと揃っていて、なかなか良い出来でした。娘さんが目からキラキラとオーラを出しながら見ていたので、私はどうぞと差し出しました。
すると、きょとんとした顔で、え、本当にいいの？と、何度もバラと私を交互に見ていました。いいよいいよ、ぜひもらって、と言うと、娘さんは笑顔を輝かせて、お母さんの服を引っ張り始めました。バラを差し出して、これもらったの、と興奮気味に報告。はじめは起こされて、少し不機嫌そうだったお母さんでしたが、あら、これはバラかしら？と明るい表情に。私に向かって、ありがとうと笑顔で言ってくれました。あんまり綺麗な髪じゃなくてごめんなさい。と私が言うと、お母さんは、そんなことないわよ、気にしないで、と微笑みました。バラの折り紙にすごく喜んでくれた娘さんは、ご機嫌でお絵描きを再開。その横で、今度は私の友人も、カバンからスケッチブックを取り出し、フィレンツェで目撃したケンペイさんを思い出しながら描き始めました。すると、娘さんは自分のお絵描きする手を止めて、今度は友人の手元に釘付けになっていました。友人曰く、スケッチは忘れないためのメモ程度らしいのですが、相当な腕前の持ち主なので、とてもメモには見えません。娘さんは友人にくっつきそうなほどに近寄って、そのスケッチを見守っていました。あまりにもキラキラした目で見つめられたので、友人はそのページを破って、娘さんに渡しました。娘さんは、またものすごく可愛らしい笑顔になって、やっぱりお母さんを起こしにかかります。目覚めたお母さんが絵を見て、これはあなたが？と友人に問いかけ、友人がうなずくと、素敵な絵をありがとう。と言ってくれました。そこで私が、どうせなら娘さんの似顔絵でも描いてあげれば？と言ってみると、友人はうなずき、いそいそと描き始め、出来上がると娘さんに渡しました。彼女はあなたを描いたんだけど、似てるかな？と聞いてみると、娘さんは、とびっくりして、友人の顔と絵を見比べ、本当にこれが私？すごくかわいい。ママ、これ私だって。と大興奮しながらお母さんにまくしたてます。お母さんも最初のしかめっ面なんて想像もできないくらいの笑顔になって、本物よりかわいいんじゃない？とか、本当に上手だわ。とか言いながら、友人に何度もお礼を言っていました。娘さんも、ありがとう、すごいね、とっても絵が上手、と何度も繰り返し、友人は照れつつもとても嬉しそうでした。その後、すぐにローマに着いたので、ゆっくりは話せなかったのですが、お母さんから、たくさんのプレゼントを本当にありがとう、いい旅になることを祈っています。という言葉と、とびきりの笑顔をもらいました。こういう出会いがあるのは、個人旅行の醍醐味ですよね。あの絵と折り紙が、親子にとって良い思い出になればいいなと思います。旅先での心温まるお話でしたね。それでは、このお話を知った海外の人たちの反応をご紹介します。はじめは眉を潜められたのにもかかわらず、音を出さない気配りをしたり、似顔絵を描いてあげたり、こういった優しさは彼らの文化だね。良いお話だね。日本人は意識が高くて、礼儀正しいだけじゃなく、イタリアの経済も後押ししてくれる存在。日本人の観光客がもっと増えてほしいな。とてもいいお話ね。私も久しぶりの旅がしたくなったし、落ち着いたら日本にも行ってみたくなったわ。日本人は
他人に迷惑をかけないようによく考えて行動するよね。私たちイタリア人は日本人が大好きです。どの国民よりも洗練されていて礼儀正しくて清潔な人たちだから。日本人よ、ナポリに来たらぜひ俺の店に来てくれ。サービスするよ。日本からの旅行者は世界で一番謙虚で礼儀正しい。それは長年接客業をやってきた私の実感。逆に日本に行っても最高のおもてなしをしてくれる。折り紙でバラが作れるの？日本人の器用さは異次元だね。そうなんだよ、日本人はどうかしてるんだよ。一度日本から来た留学生に折り紙で鶴っていう鳥の作り方を教えてもらったけど、僕は何度やってもぐちゃぐちゃになっちゃうんだ。鶴は折り紙の中では簡単な方だと聞いて、絶望とともに日本人をさらに尊敬するようになったよ。この女の子にとっては確実に素敵な旅の思い出になっただろうね。大人になったら日本へ旅行しに来ると思うよ。日本人はシャイだって聞いてたけど、こんなにも社交的で紳士的なんだね。たまたま席が一緒になっただけでしたが、折り紙や似顔絵で女の子を楽しませようとする日本人の気遣いに感動している声が多かったですね。いかがでしたでしょうか。動画をご覧の皆さんも旅先でのほっこりしたエピソードなどありますか。もしありましたらぜひコメント欄で教えてくださいね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。